片野ノの少将は平安時代に成立したとみられる日本の物語、片野ノ少将物語とも呼ばれる。また、その主人公と目される架空の人物、作者は不詳、現存する写本はなく一緒となっている。片野ノは河内国片野ノ現在の大阪府片野ノ市のこと。片野ノ少将は右子の絵少将藤原木縄の通称で、 クズハに別荘を所有していた木縄自身愛式縄と交友があり、しばしば、肩タノを訪れていた、アリワの成平らの人物像をもとにして、後世に創作された人物が、肩タノの少々と見られる。紫式部が、源氏物語を執筆し、光源氏を登場させるまでは、肩タノの少々が、物語の美男子を意味する代名詞的な存在であったことが、落ち窪物語や、 枕の奏詞の記述より示唆される。また、風陽和歌集に作中の和歌が取られており、その言葉書きから部分的に物語の筋書きを知ることが可能である。色好みで文才に長けた美男子として、とで評判である片野の少将に、軍事、宮地のイヤマスの娘が一目ぼれいする。片野の少将が高刈りをした折り、軍事の館に泊まり娘と一用を共にする。 しかし、恋多きい男である方のの少々は、娘が待てどを暮らせど、軍事の館を訪れることはなく、ただ月日が過ぎていくことに絶望した娘は、長渕と呼ばれる淵への身投げを決意する。娘は、淵のそばを通りかかった迂回いの男に、自分の着物の端を引きちぎり、迂回いが灯していたかがり火の炭で、着物の端に、自生の歌を書きつけ、着物の端を、 肩のの少々に渡すよううかいの男に言い残して、長渕へ身を投げた。かつきうるうきみのあわとなりぬとも誰かは、問いは、無跡との白波。風陽衆巻十四今四ありがとうございます。